ジョン・ジェラードは、イギリスのトコヤゲ科、植物学者である。トコヤゲ科の傍ら趣味で庭師をしており、1597年の、著書ザ・ハーボール・ア・ジェネラル・ヒフトリー・オブ・プランテ、通称、ジェラードの本草書で知られる。ゴマノハグサカの植物の属の一つに、ジャーアーディアという名前が付けられた。現在は、ハマウツボカの属、アゴリニーズのシノニムとなっている。ジェラードは、 なんとウィッチに生まれ、この地で教育を受けた。教育を受けたのは、生涯でこの時だけだった。ロンドンで都手に入り、床屋下下となった。植物学に興味を持って、独学で学び、ホルボーンの家の近くに庭園を作り、植物を集めて、栽培、研究した。新世界への航海を行ったウォルター・ローリーや、フランシス・ドレークと契約し、 珍しい作物を集めたことでも知られる。ジェラードは植物の知識を増やすために繊維になって世界を旅して学んだと主張しているが実際は限られた場所にしか行っていない。おそらく一度北海を渡る貿易船に外科繊維として雇われたことがあるのだろう。1577年からエリザベス女王の顧問であったウィリアム・セシルに雇われ彼の領地 バーリーの庭園の責任者となり、1588年には、ケンブリッジ大学に、植物園の設立を提案した。1596年に、自分の庭で栽培している植物の目録を、出版した。1597年に、主張、ザ・ハーボール・オアジェネラル・ヒフトリー・オブ・プランテ、を出版した。ジェラードは、イギリス植物学の基礎を作った一人と、 考えられている。しかし、正式に植物学を学んだことがなく、当時の批評家によると、専門知識に関しては、突出した植物学者ではなかった。イギリスで最も名の知られた本草学者であり、植物学者のオバヒデアキは、イギリスやヨーロッパの本草学の時代における、代表的な著作であるとも評価されていると述べている。その一方、 植物学者、植物学士学者のアグネス・アーバーは、彼の仕事は名声に値するとは言えないと述べており、東洋を意図的に隠そうとしていたのではないかと指摘している。ザ・ハーボール・アジ・エネラル・ヒフトリー・オブ・プランテは、不完全で、大部分が、フランドルの医師、植物学者、レンベルト・ドドエンスの最後の著作、ペンプタデスをはじめとする他の本からの東洋である。 それにもかかわらず、出版以降最も愛された英語の本草書となった。トーマス・ジョンソンの改訂で内容が大幅に改善され、1633年に出版された改訂版は長く利用された。東用が多いが、当時栽培されていた植物を知るための有用な資料でもある。文学的な流れるような文体で、 当時のイギリス人の生活と植物の関わりや民間伝承が生き生きと描かれており、風俗の歴史を知る上でも欠かせない文献となっている。ザ・ハーボール・ア・ジェネラル・ヒフトリー・オブ・プランテ、P1329、大型方圏タイトルザ・ハーボール・ア・ジェネラル・ヒフトリー・オブ・プランテは、現代の英語ではザ・ハーバル・ア・ジェネラル・ヒストリー・オブ・プランツとなるが、ザ・ハーバルは 本奏書、ハーブ大全、おアはそれ以下がサブタイトルであることを示している。ゼネラルは、特定のものだけでなく、その分野全体を扱っていること。ヒストリーは、組織的記述、まとまった話となり、歴史を意味しているわけではない。出版社のジョン・ノートンが、プリースト博士という人物に、フランドルの医師、植物学者、レンベルト・ドドエンスの最後の著作、 ペンプタデスの翻訳を依頼していたが、翻訳者は、完成前に死去した。ジェラードは、翻訳を引き継ぎ終わらせると、植物の配列をドドエンスのものから、マティアスでロベルのものに改め、自分の著作として、ザ・ハーボール・ア・ジェネラル・ヒフトリー・オブ・プランテのタイトルで出版した。アグネス・アーバーは、ジェラードはこの本の冒頭で、 プリースと博士の翻訳原稿は散逸したと書いているが、よく考え抜いた嘘だったとしか考えられないと述べている。ジェラードの時代、植物学はディオスコリデスの薬物史を研究する時代から植物そのものを観察、分類する時代に移り変わりつつあり、その初期の段階だった。ザ・ハーボールをアジェネラルヒフトリー・オブ・プランケの扉に、 古代ギリシャの植物学者テオフラストスと古代ローマの本造家ディオスコリデスが配置されていることからもわかるようにこの本のベースには薬物詩をはじめとする古代のテキストがあり本文にも頻繁に引用されているレンベルト・ドドエンスとドドエンスの著作を翻訳したプリースト・博士に内容の多くを寄っており木版画の大部分も以前に使われたものであった 1480ページに及ぶ大著で、ジェラードの庭園から南アフリカまで、膨大な植物が、規範画の図版入りで掲載されている。ハイクオリティな植物図版が豊富に収録されており、それらの絵の多くは、ドドエンスをはじめとするヨーロッパ大陸の本位から取られ、ジャガイモなどの新しい植物は、オリジナルの図版が追加された。ジェラードは、 文章と図版を適切に組み合わせることができなかったため1632年に出版業者がマティアスでロベルに植物の識別に関する間違いの修正を依頼した。しかしジェラードはこれに我慢できなくなりロベルは英語を忘れてしまっているなどとして訂正作業をやめさせた。以下はペンプタデスの他に取り入れたもしくは投用した先行研究である。 1597年版のザ・ハーボール・アジェ・ネラル・ヒフトリー・オブ・プランテは、ヨーロッパの植物研究の成果をまとめ、膨大な植物を紹介する体調だったが、語気が多いなど非難を浴びた。しかし、ジョン・パーキンソンの本草書が出版されるまで一世紀の間ライバルもなく、パーキンソンの著書の出版が噂されるまで、改定されなかった。噂が流れると、 ジェラードの相続人は、著名な役首相で、植物学者のトーマス・ジョンソンに改訂を依頼した。ジョンソンは、役首相としての経験、観察と、植物学者としての専門知識を活かして、大幅な修正と1700ページに及ぶ過筆植物と2776枚の図版の追加を行い、歴史に関する、優れた序論を書き加えた。 1633年に改訂版が出版され、実用的で役立つ本蔵書として人気を博した。この改訂で、ジェラードの版より、はるかに高い水準になり、信頼性の高い本蔵書としての地位を確立し、18世紀から19世紀の初めまで植物学者に利用された。 海底の土に植物が追加され、約2800の植物の解説と、約2700の素晴らしい図版が掲載された。今日私たちが親しんでいるハーブの多くが取り上げられており、それぞれの薬効が的確に記述されている。ジョンソンは、植物学の優れた辞書も残したが、新教と革命で、応答派について戦い、戦闘の傷が元で創生した。た。 アメリカに移住したイギリス人たちは、ジョン・パン・アーキンソンの本草書、植物学の世界や本書を傾向し、薬用植物の栽培に大いに役立てた。ジェイ・ジェラルドは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジョン・ジェラードを示すのに使われる。アンナ・ポバド、ザ・ネーミング・オブ・ネームズ、P336、デボラ・ハークネス。 ピアニッシモ、も54から55植物学史、植物文化史、大場秀明著作選愛第一部植物学における地の体系化や坂処房 ABCDE アーバー 1990P105ABCDE ホブハウス 2014P179 クレオパトラも愛したハーブの物語魅惑の構想と人間の5000年長岡治 PHP 研究所 A、 ショートヒストリーオブザハーバルオブ、ジョンジェラルドアーバー1990、P106、バンダウォールへ通るドドネアスインジャパン、トランスレーションザサイエンティフィックマインドインザ、徳川ピリオドハット ABC アーバー1990、P109、イギリス庭園の文化史中山治大衆館、書店、2003年アーバー1990、P109 から110、薬学、 薬局の社会活動士ジョージ・ウルダン・グチョ、清水・藤太郎役ナムン道1973年植物画に関する人物植物学に関する人物ウィキメディア、コモンズには、ジョン・ジェラードに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。